モッサンハイボールクラブへようこそ。今回はこちら、味変わらへんってほんまかな、時代の違う IW ハーパーを一挙飲み比べ。今回取り上げるテーマは、そう、皆さんおなじみケンタッキーストレートバーボンってやつですね、 IW ハーパーでございます。こちらですね、まあ3本の IW ハーパーが並んでるんですけれども、これね、こう左の2本はまあ見た目もう全く一緒っていう感じで、もう1本はなんかね、えらく特徴的にデザインが変わった感じの瓶なんですけれども、そもそもですね、この IW ハーパーがですね、2020年代に入ってリニューアルを結構繰り返してるんですよね。もともとモエヘネシーディアジオとキリンビールさんと日本酒類販売さんの3社がパートナーシップ契約を結んで、まあ日本で IW ハーパーの各販に勤めておられたんですけれども、2021年の話なんですけれども、ディアジオジャパンという会社をですね、まあ設立したんですよね。こうそのディアジオジャパンさんに販売権が移管されるっていう形でですね、現在はそのディアジオジャパンさんが輸入販売権っていうのを持っておられて、こちらに並んでるやつなんですけども、こちらの皆さんから向かって一番左側の IW ハーパーはまだキリンビールさんが取り扱っておられたということでですね、こちら輸入者および引き取り先というのがキリンビール株式会社になってます。でこちらの真ん中のボトルはですね、その後ディアジオジャパンさんに変わってからのものですね。もう移管された後の2021年4月以降ぐらいのボトルになります。でこれがあの2023年にリニューアルが行われた、IW ハーパーで、こちらはですねディアジオジャパンさんで変わらないんですけれども、もう完全にボトルもフルリニューアルして、加工所というところに南アルプスワイン&ビバレッジ株式会社という形でですね、名前が書いてあります。この加工所についてちょっと説明させていただきたいんですけれども、加工所というのはですね、実際南アルプスワイン&ビバレッジさんで製造されたものではなく、現地ですね、アメリカの方から持ってきたものは南アルプスワイン&ビバレッジさんが瓶詰めをして、まあ、ディアジオジャパンさんにまあ納品して、まあ、出荷してるって感じですかね。だからこっちはもう輸入者および引き取り先ってことなんで、ボトルデザインも全く違ったものになってて、こうシュッとしてるというか、なんか言い方悪いんですけど、ちょっと安っぽくなったかなっていうイメージが個人的にありますよね。例えば金色のキャップっていうかね、キャップシールというか、でやっぱりこの上にね、こういう形でこうロゴというかシルエットというかあるんですけども、あとねやっぱり大きいのはね、このゴールドメダルですよね。これがなんかすごくちっちゃくなってるっていうね、なんか IW ハーパーといえばこのゴールドメダルのこのね、あのデザインというか、これがやっぱ特徴的なんですけれども、そのあたりも含めてちょっとなんか一気にガラリとイメージを変えちゃったなって感じですね。でこの IW ハーパーなんですけれども、 700ml でアルコール度数は40度、それはもう変わらずですね。価格なんですけれども、まあ、2023年12月現在だとだいたいネットショッピングとか、まあ、実勢価格で、まあ、2000円前後で取引されているというのが現在の IW ハーパーって感じですね。ではここで少し概要について説明していきたいと思います。1877年にドイツ系アメリカ人のアイザック・ウォルフ・バンハイムによってケンタッキー州ルイビルにて生み出された IW ハーパー、その名は彼のイニシャル IW とその無二の親友であったフランク・ハーパーに由来していると言われています。1885年にニューオーリンズで行われた万国博覧会で金賞を受賞、世界の博覧会で5つのゴールドメダルを獲得したことが、ラベルにあるゴールドメダルの5つのラベル、その元ネタとなっています。日本においては2009年10月よりキリンビールが輸入元となっていたのですが、2021年にディアジオジャパンが設立され、現在はそちらに移管され、販売権はそちらの方に移動しているようです。過去には2010年頃にキリンビールからハーパーを使った缶入りハイボールなどが販売されていた時期もあり、IW ハーパーをベースに用いたハイボールはハーパーソーダと呼ばれ、好評を博しています。
2022年3月15日に IW ハーパー12年の終売が決定したことで、現在はこちらのノンエイジタイプのゴールドラベルのみの展開となっています。そんな IW ハーパーをストレートトワイスアップロックハイゴールド順を追ってテイスティングしていきたいと思います。ではストレートでテイスティングしていきたいと思います。まずはこちら IW ハーパーのキリンビール輸入時代のものをストレートでテイスティング。見た目ここ2つは一緒なんでね、味がどれくらい違うんだろうか。本当に都市伝説的なものあるよねっていう。おー、軽妙ですね。大衆バーボンって感じですからね。非常に分かりやすい香り立ち。やっぱトウモロコシ比率が 86% ってことで、ライ麦とか雑穀の中でも特に本当トウモロコシの比率が非常に高いのがあのブランドの特徴なので、もう本当にもう分かりやすいバーボン感ですね。では続いて真ん中ですね。さあ味が違うのか同じなのか、ディアジオジャパン時代のこちら旧ボトルをストレートでテイスティング。どうですか。なんだろうね、こっちの方がちょっとアルコール辛い印象。まあ、似てるは似てるけど若干ズレを感じるね、個人的には。こっちの方がちょっとビターというか、全体的にちょっと攻撃的というかアタック感がある印象。まあでも味に近似性はもちろんあるんやけど、当たり前の話ね。ただなんかこっちの方がちょっとアタック感が強い印象がすごいあって、真ん中のボトルの方が結構喉とかにも来る感じがあって、少しちょっと攻撃的なニュアンスを感じます。ではラスト、こちら現行の IW ハーパーをストレートでテイスティング。なんかデザインがガラッと変わったんでね、さあ味はどうなんでしょう。あれ、香り立ち淡白だね。香りが全然違うね。香る香る、あのアルコール辛さをまとってしっかり鼻にツンとくる感じもあるけど、良くも悪くも香らない。なんかネガティブなニュアンスもポジティブなニュアンスもないって感じ。なんかすごいおとなしいです。ああ、めちゃペターンとして、あら、なんかここと比べたら多分全然違う。これが一番なんか主張が強い。アルコール辛さもあるけど味の濃さとかも一番やっぱガツンとくる感じで、すごく主張が弱いっていうか、なんかおとなしい。じゃあこっちとはどうか。ああ、しっかりバーボン感マイルドですね。そう考えるとなんかすごくおとなしいなっていうのが現行型のイメージですね。まあある意味飲みやすいっていうのは間違いないですね。ではこれをですね、加水してどうかなのか、トワイスアップで追加検証していきたいと思います。では続いてトワイスアップで追加検証していきたいと思います。まずはこちらキリンビール時代の IW ハーパーをトワイスアップでテイスティング。さあどうでしょう。やっぱ穏やか、甘い。加水が進んだことで、あのネガティブなニュアンスはもう全く感じられません。非常にバナナとかそういう甘い香りがあのしっかりと感じられます。穏やかですね。非常に加水したことでまろやかになりました。非常に飲みやすいです。加水したことで一気になんか味が伸びやかになったっていうのがなんか本当に印象的ですね。では続いてこちら、真ん中はディアジオジャパンに移管してからのボトルですね。トワイスアップでテイスティング。これがなんかね、異様にちょっとアルコールがなかったんで、加水してどうかあるか。ああ、さすがにアルコールのツンとする感じはなくなりましたね。でこっちもね、かなり似たような感じの近似性はあるんですけど、やっぱり香りの主張という部分ではしっかりより強い感じがあります。ああ、やっぱ濃い味なんだろうな。ああ、でも味はトワイスアップにするとかなり近しいものですね。ほぼ誤差がなくなった感じはある。非常に分かりやすく味が似てますので、ここに関してはなんか
結構いい感じに似てるのかなっていうところですね。ではラスト、こちら現行型の IW ハーパーをトワイスアップでテイスティング。さあ、さっきちょっとおとなしかったから加水してどうかあるか。はあ、やっぱ香り弱いな、ちょっと。少しちょっと香り立つようにはなったけど、ストレートの時よりはちょっと感じられるけど、それでもやっぱりちょっと押しが弱いというか、ちょっと弱いですね。あ、全体的になんか足がおとなしい。やっぱり主張が強い。味は変わってないっていう話なんですけど、明らかにちょっとおとなしい味わいになってますよねっていうのが本当に印象深いんですよね。一応味変わってないんであれば、ここまでおとなしいのはなんでだろうなっていう感じを思いつつ、ロックで追加検証していきたいと思います。レッツロック。では続いてロックで追加検証していきたいと思います。まずはこちら、キリンビール時代の IW ハーパーをロックでテイスティング。レッツロック。さあ、おう、なんかちょっと酸味というかバナナとかね、そういう、でもフルーティーでいい香りですね。ああ、分かりやすい、バーボンロックだ。甘みもしっかり感じられて、もう分かりやすいストレートバーボンのロック、これはいいですね。あの、もう教科書的なバーボンロックな味がします。では続いて真ん中、ディアジオジャパンに移管してからの IW ハーパーをロックでテイスティング。レッツロック。こっちはやっぱり一貫してちょっとね、こう主張が強いニュアンスを受けますね。ああ、ちょっとビターなのかな。でも味はやっぱかなり近しいですね。非常にナッツのニュアンスとかもあったりして、そういうバナナとか、近いですね。やっぱりあの教科書的なバーボンロックの味っていうのはもうここ結構やっぱ近似性ありますね。だから同じディアジオなんですけど、ここがどうかっていうところですよね、結局のところね。ではラスト、こちら現行品の IW ハーパーをロックでテイスティング。レッツロック。これがどうかですよね。やっぱ香らないね。なんか香り立ちが、やっぱ極端に弱いですね。なんか3種の中ではちょっと極端に落ちる印象、おとなしいっていうのが一番しっくりきます。味も穏やかですね。明らかに主張という意味でも、やっぱり味が濃いですね。やっぱりなんか全体的に薄味な印象ですね。逆に言うと、まあもちろんね、こう大きく味がむちゃくちゃ変わってるってことはないんですよ、ぶっちゃけた話。ただすごくおとなしくなってるのがこの現行型の IW ハーパーだなと思いますね。ここまですごくあっさり味できてるんで、まあしっかりバナナのニュアンスとかもあるし、なんなら IW ハーパーらしさっていうところでは共通してるんですけども、明らかにでも味に差異を感じますね。ではこれをですね、ハイボールにしたら多分伸びると思うので、ラストハイボールで検証して締めたいと思います。ではラストハイボールで検証して締めたいと思います。まずはこちら、キリンビール時代の IW ハーパーをハイボールスタイルでテイスティング。なんか一番泡持ちがいいですね。なんかやっぱバーボンといえばソーダスタイルにした時のこの泡持ちですよね。しっかり香りますね。ああ、甘さと爽やかさ、非常にバランスがいいです。飲みやすくて美味しい。やっぱりハイボールにするには非常にやっぱり IW ハーパーいいですね。飲みやすいです。もうあっさりであまり嫌味な要素もなくて、口に余韻にじんわりと甘さがちゃんと立ち上る、これがやっぱり IW ハーパーの良さだと思います。では続いてこちら、ディアジオジャパンのリニューアル品ですね。こちらの方の IW ハーパーをハイボールスタイルでテイスティング。さあ、こちらはどうか。ああ、こっちもしっかり香りますね。やっぱ
このボトルなんか結構主張強いよね。最初から最後まで結構主張強いですね。なんかちなみに香り立ちは結構爽やかな感じです。リーフィーっていうんですかね、あの若草の香りって感じです。あでも味わいは飲んでみると結構近しいんですよね、うん、もうここはもう本当に近似性があるというかほぼ同じと言っていいでしょう。あ非常にでもやっぱり飲みやすいバーボンハイボールですね。ではラストこちら現行型の IW ハーパーをハイボールサルでテイスティング。さあ皆さんここまでおとなしかったこちら現行型の IW ハーパーハイボールでどういったジャッジになるのか乞うご期待。やっぱ香らないね。だから徹底的に香り立ちが弱い印象。ライト、間違いなくライト。主張が弱いですね、やっぱり。ただバーボン感が薄いので非常にすっきりとして飲みやすい。なんかね、分かりやすい例として出すならば、あのブラックニッカクリア、だから角瓶とブラックニッカクリアみたいな関係よね。角瓶って結構ねしっかりグレーン感香ったりっていうか、あのウイスキーの味あるじゃない。それに比べてあのブラックニッカって結構淡白なイメージで、まあそれに近しい本当にすっきり飲める。だから逆に言うと癖を取っ払った感じがすごくあって、非常にスルスル喉に入っていく。ハイボールにするなら、まあ、間違いなくこの感じは嫌味なニュアンスもないし、まあ非常に飲みやすいっていう印象を受けました。というわけで今回は味変わらないってほんまっていうところで IW ハーパーの飲み比べやってみたわけなんですけれども、いかがだったでしょうか。個人的にはキリンビールディアジオジャパンディアジオジャパンって感じで、まあ実際に違う時代のものを飲み比べてみたんですけれども、まあこれだけね、あの加工所が南アルフサイン&ビバレッジさんということでですね、まあちょっとなんか作り方もちょっと変わってんのかなっていうところだったんですけど、まあここに関してはぶっちゃけそこまで大きな差はなかったかな。ただなんかすごくね、こうこっちの方が荒々しいというか、なんかすごくしっかりと濃い味だったなっていう、こっちはなんかすごくちょっとまろやかな印象を受けました。で逆に現行型、非常におとなしい、なんか非常に主張の少ない、そんな感じのなんかニュアンス感じてしまいましたね。というわけで今回もですね、こういった形で飲み比べやらせていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。今回の動画良かったなという方、いいね、チャンネル登録、コメントぜひぜひよろしくお願いいたします。長時間ご視聴ありがとうございました。モッサンハイボールクラブでした。